誠の姿を全世界に伝えるため、公園談話のもとに身を挺して、報道の任や重しと活躍する報道戦士の働きによってもたらされたものです。天と大砲は同じ鉄でできているとは有名なことわざです。写真にもその陰に血のにじむような多くの従軍記者たちの命を懸けた戦いがあるのです。